ニコラ・ブラシッチは、クロアチア・スプリト出身のプロサッカー選手。クロアチア代表、ウエストハム・ユナイテッド FC 所属。ポジションは MF、または FW。陸上競技選手のブランカ・ブラシッチは実施。地元クラブのハイドゥク・スプリトで、プロデビュー。2017年8月、エバートン FC に、移籍、5年契約を結んだ。移籍金は1000万ポンドで、 ハイドクスプリトが受け取った遺跡金として史上最高額だった。エヴァートンとハイドクスプリトが対戦した UEFA ヨーロッパリーグ2017から18プレイオフでの活躍ぶりがロナルド・クーマン監督に認められての遺跡だった。2018年8月遺跡したエヴァートンでは結果が出ずロシアリーグのチェスカ・モスクワへ期限付き遺跡した。 2019年6月19日、チスカ・モスクワと5年契約を締結し完全移籍した。2021年8月30日、ウエストハム・ユナイテッド FC と5年契約を締結したことが発表された。2017年5月に、ロサンゼルスで開催されたメキシコ戦で A 代表初キャップ。2021年5月、UEFA ユーロ2023メンバーに、 選出された。同大会では、グループリーグ第3戦のスコットランド戦で、先制点を決め、決勝トーナメント進出に貢献した。ありがとうございます。